こんにちは、ダゲンです。今日はプレミアプロの中のエフェクトの一つ、ワープスタビライザーを使って手ブレを補正するのではなくて手ブレを加えるやり方をご紹介したいと思います。基本的にワープスタビライザーは手持ちで撮影した映像の手ブレを抑えるという効果で使う方が多いと思うんですけども、今回はね、手持ちで撮影した手ブレの揺れ具合を三脚で撮影した揺れてない画像に加えることで、あたかも三脚で撮影したのに手持ちで撮影したかのように見せるワープスタビライザーの使い方をご紹介します。それでは早速やっていきましょう。これはね、本当にめちゃくちゃ簡単なんですけど、まずクリップを2つ用意します。1つは三脚を使用して全くブレのない映像を用意します。でもう1つは手持ちで撮影して若干ブレが入ってる映像です。これはね、息子のゴジラの映像なんですけど、このね、このゴジラの手ブレ、このちょっと手ブレしてるものをこっちに移すという作業をします。まずはこのゴジラの手ブレしてる方のクリップを手ブレしてない方のクリップの真上に乗っけます。こんな感じです。そしたらこの下のクリップは全く見えなくなっちゃうんですけど、これを一度ネスト化します。はい。でネスト化したらエフェクトからワープスタビライザーエフェクトをかけます。じゃあ分析中にここにファブっていうフォルダーがあるんですけど、これはちょっと自分で作ったフォルダーで、新規カスタムビンから好きなフォルダーを作ることができて、よく使うエフェクトとかはこの中に放り込んでおくと便利です。僕の場合はルメトリカラーとか RGB カーブとか、クロップとかよく使うので、そういうのが入ってます。ブラーとかね、フィルムディゾルブとか、こういうのがいろいろ入ってて、自分でこのフォルダを作って保存しておくと、次に編集する時とかもすぐに取り出せるので、これをやっておくといいかなと思います。じゃあワープスタビライザーの分析が終わったので、ここいじっていきます。まずはこの結果というところなんですけど、普通は滑らかなモーションになってるんですが、まずモーションなしにします。はい、モーションなしにしたら次保管方法、これを、位置スケール回転にします。はい。でこの2つ変更が終わったら、このネスト化したシーケンスをダブルクリックして中のクリップをちょっといじるんですけど、この上の方のゴジラの手ブレしてる方のクリップを削除します。でそうするとたったこれだけで、さっきの手持ちで撮影していたゴジラの手ブレの映像を三脚で撮影したブレのない映像に適用することによって、三脚で撮影したのにあたかも手持ちで撮影したかのようなエフェクトをかけることができるというような使い方です。で基本的にワープスタビライザーは手ブレを補正するような使い方が多いかなと思うんですけれども、逆に、手ブレを加えるような逆の使い方もできるので、ぜひこの使い方やってみてください。いかがでしたでしょうか。本当ワープスタビライザーといえばもう手ブレを抑える方向にしか使っていなかったんですけど、今回ねちょっと YouTube でいろいろ見ていたら、その逆の使い方、手ブレをしていない三脚で撮影した映像に手ブレを加えて、あたかもね手持ちで撮影したかのように見せかけるテクニックもあるっていうことを知ったので、本日皆さんにご紹介させていただきました。外で一人で Vlog とかを撮影していると、地面とかにカメラを置いてで固定してね歩いてるところとかを撮影したりすることがあるんですけど、そういった時にこのワープスタビライザーを使った手ブレの追加エフェクトを使えば、あたかも2人で撮影してるかのように見せるやり方もあるっていうことに気づいたので、今後もねこのやり方ちょっと使っていきたいなと思います。じゃあ今日の動画は以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。これからもチュートリアルとかいろんな動画を出していきたいので、ぜひ今後もダイゲン TV をよろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。ではまた、バイバイ。